するしない。どうも、ひなたいこです。今回もギャンブル卓打ちたいと思います。イエーイ。前回ね、初めてやってトップだったんですけれども、8回打ちたいんで、どこまでポイントを伸ばせるか、そして何回ベコベコにやられるか。ドラいっぱいの卓ですからね、運の要素も大事でございます。2回目、早速行ってまいりましょう。さあ行きます。3番のね、このレート20の方です。誰が来るかな。さあ、このね、イベント宅もね、本当に人が集まるのが早くて、もう集まったよ、さんま。ワクワク。このレトロな宅、雰囲気のお店、いいですね。さあ、では打っていきます。よろしくお願いします。かわいいな、アイコン。カミチャさん。トーン1曲、ドラは。さあ、ミタさんだ。プレイヤーはシャーチャです。私、シャーチャスタート。まずはね、ドラが1個で。そして、5も1枚ずつでしたね。赤は。ひなた、これで一歩前進。このさ、ミタさんとさ、ミタさんの組み合わせがまた私好きで。トイメン。他の方も魅力的なんですけど、なんかこう、M リーグでもね、この二人一緒にやってたりするじゃないですか。もう、笑えるよね。聞いてて。E1 ポンってことは、なんか役がね、なんかダメなんですよ。なんだろうな。想像が安い。あー、スープンかな。ひなた、これでリャンシャンテ。ガン。トイメン。またも満足してきた。シンドラは E1。E1 ポンして、すぐに、E1 が、トイメン、感謝の物乗り。あ、トンじゃない。あれ、役あったぞ。ダブトンだ。ダブトン？ドライオン？え、羽間？羽間？高くない？ひなた、あっという間にイシャンテン。9万いいんじゃない？ハイパイとはえらい違いですよね。あ、でもあそこ、とりあえずドライオンに1個合わせて動き出した。いやいや、でもちょっと勇気ないよ。ローピン。パーピン手出し？ちょっと待って、とりあえずパースを切って、トイメン、よく考えよう。ここも我慢。行ってみますか、1枚ずつ。リーチ。リーチ。あー、ま、ニアポンだって。神茶さんの方だったね。ピンズ大好きって言ってるもん。あー、ごめんなさい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 。やだ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 。ま、ポンで踏みました。ここでポン。ラッキー。それは、おい、一歩も譲らない。いやっしゃー、よっしゃーっていう発声ね。神ちゃん、最先のいいスタートを切りました。わー、すごい綺麗。まずは一歩リード。これさ、イーソーとさ、Q1 いったでしょ。はい、まずは12000横移動。大きいけどね。ドラは初、あ、赤2枚ずつになりました。なんじゃ私、現在のトップは神茶です。まだまだトップも狙える位置ですよね。じゃあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。さあ、この範囲にここはスルー。ドンキッチャオ。泣けるような範囲が今ないよね。泣き虫にしちゃおう。ピーだったか。つもぎりが続きます。よ、4個目の統一できてたんじゃないの。今日一応ひなた、これでリャンシャン点です。方針が定まってきましたよね。あー、なんか見えなきちゃう。あっという間にイシャンテンですけど、上がりまであと一息です。安くなる。シャン、シャン、あー、ペイペイ。シャンある、あと1枚。でもこのシャンポン嫌だな。一番最初に仕掛けるのは誰か。さらっと切ります。初チューチャンパイが立て続けに来ています。いいんじゃないですか。もう素敵な完全イシャンテンでございますよ。ドライチだけれども、おー、イエス。来るなら来るって言ってくれればよかったのに。そしたらね、先にパーソーぐらい打ってね、ホニョホニョしながらやるのに。膠着状態。おい、払わないぞ、私の手が全然払わないぞ。すげえ受け入れ多いのに。場が重い。あっと、ここでもうリーチって言ってないもん、神田さん。注意が必要ですね。果たしてここから追いつけるのでしょうか。突
っ張っていった。ほにゃ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 みたいなこと言ってたよ今。リーチ。追っかけリーチ。プレイヤー、どうするんだろう。これはね、撤退します。ここは一歩後退。私はチキンです。チーピンは、ドアを持ってきてしまった。これは共通安全牌ですよね。チーピンは、ここは合わせ打ち。チーピンは通るんですか？チーピン通るんですか？まずこっち？こっち？どっち？これは神ちゃんには通ります。ほら当たりだチーピン。二人全敗です。よかった。二人全敗。あ、行った方がいいのかな？よくわかんなくなってくるね。行かなくていいのかな？わかんないけど、当たり牌いっぱいだった。あ、私、親番でございます。ですここからどのような手になるのか、注目ですよね。いいんじゃないですか？どんな結末となるのでしょうか？でもほら、さっきさ、すごい手良かったのにもかかわらずですよ。全然入らなかった、恐怖のイーシャンテン。トイメン、いきなり仕掛けていった。しょうがないのに。あと1枚になっちゃいました。早速、運送が。でも、続っちゃうか、じゃあ。ローソンもね、どんなドラマが待ち受けているのか。1枚切れで。あんまり良くないんだよね。さあ、この範囲に青欲しいな。ひなた、今回あっという間にイーシャンテン。有利な街にしたいですよね。ストレートに引いた。もうこれはもういいでしょ。よし、なんか9ピンだとお高いですよ。トイメン、ここで勘。返してくれた。これで一発は消えちゃいましたね。チャンカン論できてた。つもーしかも9ピン大物手炸裂。まあ、びっくり仰天あっという間でした。ひなた、これでトップに浮上しました。おお。さあ、呪文が続きますよ。リズムピンク、一通、ドラゴン、バイマン。リズムピンク、一通までは理解できるけど、ドラゴンになるんだよね。恐ろしいよ、バイマン。12,000。トン三曲、はい、日本版、ドラは小さお、プレイヤーは親です。でもこういうのやられる可能性もあるから、プレイヤーのハイパイはどうでしょうか。来た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 、ドラが来たぞ。それでは脈拍重ねると嬉しいんだけどね。にゃはにゃはひなた、早くもリャンシャンテン。ここからが腕の見せ所ですよね。スーピン来い。 E1 がアンパイにもなってくれるでしょう。出てってしまう。ひなた、あっという間にリャンシャンテン。ロピン、ストレートに引けるかな。これはもうこれでいいか。さあ、この範囲、ここはスルー。なんか悪を切っとくとうんちゃらかんちゃらとかいろいろあるけれどね。にゃっ、あー、神ちゃん、早くもリーチ。これはね、どっちでもいいか。リーチ、よし、6球ピン。なんかありそうな気がしますよね。赤子の、あー、ロンです。一発、ここで大きなロンの声。まあ、びっくり仰天あっという間でした。これどうなっちゃうんだろう。ひなた、赤ドラさん、勢いが止まらない。一発ドライオン、パネマン、金髪上がると、ひなた、まさに大勝利、はい、私がトップという結果で終わります。ありがとうございました。さあ、というわけで2戦目も運よくトップ2連勝。うん、しかもこれは結構大きいんじゃないですか？ MJ チップが結構動くんじゃないの？おー、すごい。1400。プラスされました。はい。さあ、というわけで、今回はプラス 73.0 ポイントでございます。うまくいってるね、これはね。さあ、2戦目のドラマ誌ギャンブルタクはトンバで終了。いや、ついてた最後はな。あれはなんか手が良かったよね。あと、ちゃんとあのリーチに対して降りたのが良かったね。二軒リーチに対してね、もっと悲劇起きてたかもしれないし。さあ、というわけで
MJ チップまた増えまして、ポイントもねプラスできました。マイナスした時また多分もう普通にこうポイントマイナスされるんでね、こうどこで終われるかが大事ってことですね。さあ今回は難波に行かずトップというね、動画的には短いですけど私にとってはハッピーな回になりました。さあこの後どんな風になっていくんでしょうか。次回もお楽しみに。バイバーイ。